に当然エンジンもね3ヶ月ぶりにかけます。ちょっとね、エンジンスタートやっていこうかなと思います。よし、バッテリーも生きてますね。じゃあいきます。3ヶ月ぶりかかるのか、一発でかかったらすごいですよね。いきましょう。あ、緊張する。いきます。おー、いい。最高。よっしゃ、これからまたこいつと一緒にいろいろ旅していこうと思います。じゃあ行きましょうか。キック一発しようっていうね。去年ね、このバイク直してるときに、来年の春は、まあ今年の春ですね、は、このバイクでね、桜を見に行こうって決めてたんでね、ものすごく楽しみにしてたんですけど、このバイク走ってる人も多いね。行き過ぎたね。行き過ぎたね。久しぶりのバイクだから、もう、あかん。そう、ここよ。ここもならなあかんかったの。最高だな。やっぱ綺麗だな、海。今日そんな天気良くないけど、そんなに天気は良くないけどさ、そんなに天気は良くないけどさ、ここもいいよ。何このバイクは。なんかすげえ駐車ていうか、通称でしたこれ。え、通称でしたこれ。え、どういうこと。人がおらんの。人がめっちゃ多いやん。よいしょ。うん、すげえ。え、何やね、何しようもん、あの人。何しようもん、マジで。え、ボディーロードだから危なくね。え、マジで何してんの、あの人。すごっ。3ヶ月以上ぶり。あんまり喋ったらね、明らかに不審者ですからね。まあもうヘルメットかぶって歩きの時代も不審者ですからね。すごっ、すごいわ。うわ、ここ3ヶ月前、ここ立ったやろな。ここ来た立ったやろな。確かね、いかんねんかなとか言うてるんだけど、いかとかおらんかな。もう今懐いたよ。やっぱいいな、いいわ、いい。わー、すげえな。うわ、なんかすごいな。え、ここすごい潮の流れ速いはずだよな。自殺行為あって絶対ここあかんと危ない。すごいよ、はい。うわー、すげえ。よいしょ。うわー、帰ってきたよ。地上にやっと降りてこれたっていう感じ。よいしょ。ようでも我慢できたわ。最高。ちょっと人がね、いるんでちょっとコメントとかねできないんですけど。よっしゃ。こう。わあ、かっこいいね、このバイクも。わあ、もう最高。マジで超最高。ようやくよ、本当に。まあ自粛解除になったって言ってもね、まだまだ都市部というかね、油断できないような状況になってますし、これからね、アフターコロナに向けた、まあそういった生活、新しい生活様式に向けた動きもなんか出てるみたいなんでね、それについても今後考えていかないといけないですね。うわー、すげー、あのクルーザー、うちの船より全然いいよ。すごいな、あれ高いだろうな、あの船すごいな。ちょっといろいろ行ってみよう。久しぶりだし。なんか走り方をねちょっと忘れてるわ。走り方、そりゃ3ヶ月以上ぶりだもんね。走り方忘れとる。車でもねそんなに出てないよね。実際ね、シフトの感じもなんか慣れんっていうかね、おかしいっていうかね。う
わでかっ、はやぶさか、はやぶさ大きいよね、なんかね、うわーすげー気持ちいい、60キロぐらいで走ってるだけでこんなに気持ちいいんじゃない、やっぱバイクって車で走る60キロよりバイクで走る60キロって結構スピード感あるよね、やっぱりね、うわー気持ちいい、ちょっと抜いちゃおうか、うわーマジで気持ちいい、やばやば、こんなんじゃったっけ、すげー気持ちいい、あーやばやば、道もこれで合っとったっけ、ここちょっと通ってみようか、これ合ってるかな道、こっから行けたような気がするんだけどね、うわー気持ちいい、ちょっと流そう、ちょっとね今日は海沿いを流したいんだ、僕の好きな海沿いを、わーいいな、釣りも行きたいね、釣りもね行きたい、わあすげえ、今日は干潮か、なんか今日はっていうか今の時間帯干潮だね、うわー気持ちいい、ちょっと後ろの車先行かしてあげようか、だってゆっくり走りたいわ、こんな綺麗な景色はね、ゆっくり走りたいじゃん、さあ行くぞ、うわーやっぱええな、ここの通りは、ここアンチビクスクさんとね、オカライダーさんと骨吉さんがコラボしたところでね、コラボしたところでね、すごく有名な通りだと思います、そう、玉野来てるんですよね、岡ライダーさんと骨吉さんが岡山で来て、おー、いやーいいな、気持ちいいな、いい、いい、本当にいい、うわーなんかね、語彙力なんだわ、ほんまに、本当、語彙力なさすぎて、ほんま申し訳ないんですけど、いいワインディング、こう体で、ね、バイクを振るっていうね、このワインディング気持ちいい、マジで気持ちいいんだけど、やば、もうなんかもうちょっとね申し訳ないですね、今日の視聴者さん、いやほんまね語彙力なさすぎてね、めちゃくちゃ嬉しいよ、ちょっと表現したいんですけどちょっとダメっすわ、今日ちょっと感情的になってる、よいしょ、シーレイね、クローズになっとったけど、ほんま、え、何をしようのこれは、あ、すげえ、なんか、なんかすげえ、なんかすごっ、なんかすごっ面白そう、見てええんかなこれ、ちょっと覗くぐらい、うわーすごっ、ラジコンレースだ、うわーちょっと帰ろう
ょっとすげえ場違い的な感じがするな。場違いな感じがする。場違いな感じが。よいしょ。ああこれですよ、これフェラーリ。ちょ、フェラーリだけ見ていこう。うわすごっ、うわすごっ、フェラーリかっこよ。うわすごいね、フェラーリじゃん。よし行きますか。あまりにも間違いなんで、ちょっと行きますわ。よいしょ。うわ、マセラッティ？すげえ。マセラッティじゃん。こんなに突っ込んだら大事だろうね、本当に。すごっ、かっこよ。俺のクラウンと大違いぐらい。やっぱすげえな。っていうかすげえ車ばっかりじゃん、なんかさっきから。すげえ。いいね。マセさんすごいじゃん。おマセさんやね。うわー、ええ音する。めちゃくちゃいい音するんだけど。何あれ。さあ行くぞ。マセラッティっていくらするの？いくらするんだろう。買おうかな、マセラッティクラウン売って。いくらするんだろう、マジで。うわいいな、綺麗だな、フォルムが。何の話それ。はい、まあ、あれですよ、今日の動画は3ヶ月ぶりにね、エンジンかけてみました。まあ私のモトブログ復活っていうことでお送りしてきました。はい、まあなかなかねこのご時世厳しいんですけれども、まあ少しずつね当たり前だった日常をね、当たり前のように過ごせれるような風にね取り戻していけれたらなと思ってます。まあちょっとね本当に語彙力のない、ちょっと視聴者さんには何も喋れてないような回になったかもしれないんですけども、まあこれからねまた新しい映像を、まあ今までちょっと古いね映像、まあまだまだ古い映像いっぱいあるんですけど、まあこれからね、また新しい映像を2020年6月以降の動画をね、皆さんにお届けできるように、まあ撮影と編集と頑張っていこうかなと思うんでね、これからもどうぞ一つよろしくお願いします。はい、よいしょ。マセラッティーなー、すごいね。うわーすごっ、このボーっていう音。何 cc？ これ何 cc？ っていう感じ。うわーすごいわ、マセラッティーかー。うわ音重っ。よいしょ。はい、それではね、本日の動画はこの辺で終わろうかなと思います。よろしければ、高評価そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。他にも、Twitter、Instagram ですね、やってますんで、ぜひともフォローの方よろしくお願いします。まあこれからね、いろいろちょっと頑張っていこうと思いますんで、これからもこのチャンネルを一つ皆さんよろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。
Jack it up.